はいどうもこんにちは、ナナイです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2016年度の、藤田保健衛生大の入試問題ですね。はい。まあ医学部ということであって、まあパッと見こうどうやったらいいかっていう方針がねなかなか難しいかなと思います。この不等式ですね。この不等式とこの方程式のね、にらめっこしてると時間なくなってしまいますね。で不等式からなんか C の限界とか A の限界みたいな値が得られるのかなっていうふうに思いますよね。まあだけどそうですね、この ABC という値が例えば A×BC でこの ABC って値が出てきて、これと帳尻が合うわけですよ。とすると残ったやつ正の数なので、まあ A と B と C っていうのはあんまりでかくなれないな。だって350超えちゃったらもう統合成立しないですよね。だからまあ ABC はあんまり多くなれないなっていうのが分かると思うんですけど、まあ解法としては、まあ、不等式の評価ではなくてこの ABC をこっちに持ってきてで因数分解ができるっていうことなんですね。この A プラス B プラス C と、AB プラス BC たす CA、これから ABC を引いた式が因数分解できるって知ってる受験生っていうのはあまりいないと思いますけど、まあ、予備高校士ぐらいだと思いますけどね、これが因数分解できる。だけどまあ一つの多項式に してみるっていう基本方針にのっとって考えると、ここ例えば、C の式っていうふうに見ると A プラス B 倍の C プラス AB ですよね。でこの AB のこことここ掛け算した時に ABC が出てくるじゃないですか。だからあこれ消えるっていうふうに思うわけです。だから、A プラス B の2乗 C プラス AB かける A プラス B 足す A プラス B の C の2乗マイナスプラス ABC とマイナス ABC でここでこの ABC が消えるわけですよね。でもう一回これ A プラス B でくくったらA プラス B の、まあ、C の2乗を先頭に書くと、こんな風になります。因数分解せよっていう問題が事前になったらねもうめちゃくちゃ簡単になっちゃうんですけど、これは結局 A プラス B、B プラス C、C プラス A という対称式の因数分解ですね。でここから不等式を使っていきます。A と B と C の関係は、まあ、この統合にならないので。統合にはならないので、この条件から何が言えるかっていうと、まあ、ABC は整数で、A たす B は2より C に大きい整数になりますね。それからそれよりも C たす A の方が大きくなってで一番大きいのは B たす C ということになります。でそれぞれイコールがつかないわけです。ここはイコールになってないので C に大きいわけですから、350これが、イコール350ということであれば350の素因数分解を考えてあげて350が 2×5 の2乗 ×7 ということになっていることに着目すると、この ABC の取り得る組み合わせっていうのがもう決まってきちゃうんですね。この3つの積がこれになるわけですよね。ということはこの255 7という組み合わせなわけですけど2557という組み合わせなわけですけど、3つの数は、この2は、単体では入れられないし A たす B、C たす A、B たす C のどれにもならないのでこうくっつくしかないんですよ。2と5がこうくっつくかこれとこれくっついても同じなので結局2は5とくっつくか7とくっつくかのどちらかになるわけですね。だけど7とくっついちゃうと 5×5×14 になってここが一致しちゃうから、だから、それぞれ全部違う数だっていうことに反するわけです。この3つの数は異なる数なので55って取れないんですね。だから2は5とくっつくしかなくて、つまり、5、7、10の組っていうことですね。小さい順に書くと5、7、10になっているものしかなくて組が5、7、10になってるものしかないってことですね。であとそれを、ABC について解いてあげれば OK です。A たす B が5で、C たす A が7で B たす C が10ということであれば、全部足して2倍の A たす B プラス C ですね。それが22になってるので、3つ足したら11ですね。それから例えば A の値は1だっていうのが分かります。足し算して10なので A の値は1、それから B が4で C が6ということですね。これが答えということになります。はい、最初のこの因数分解のところができるかで、決まってしまうんですけど、この不等式を用いて何かその評価しようとし始めると、泥沼化する問題ですね。式がこううまく求められなかったり、その A の範囲とか C の範囲も求められなくて、行き詰まってしまいますね。だから一つの変数と思ってなんか式を整理するっていう方向で、この ABC が出てくるので、これとこれかけたら ABC が出てきて、全部正の数だからそんなに大きくはならないわけですね。 ABC のそれぞれの数が、かけて350ですもんね。残りの数を掛け算して考えると、そんなに大きくなれないっていうことに着目して、因数分解をしていくのは正しいやり方だと思います。はい、というわけで、2016年度の藤田保健衛生大の入試問題でした。